皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきましょう。1000飛んで89回目になりますね、今年の最後、九州場所の本場所参りたいと思います。さあ、塩小路さんがね抜けまして、わざわざですけど横綱枠を一つ開けました。で、今場所は玉ヶ岳さん、照ノ花さんの成績感ではこちらの2人もね、下手したら上がっちゃうかもしれない。まあ室町さんがねどうしてもちょっと上目指すためにはねちょっと負け越しをさせるのも難しいからね。関脇で詰まるっていうのはあまり記憶ないね。三役がねいっぱいいっぱいの時期はね確かにありましたけどね。さ、北山さんは、何人以上だ。まあとりあえず初日行きましょうか。コロモナーさん、初日の相手は東橋さん。まあね、すぐなんていうか転生してくるんでね。東橋さん もう最近までいたような気がするんだけどな。はい、まずは押し出しましたね。室町さんいきなり来ましたね。元三役飛燕さんとの一番、瞬殺小手投げでいきました。ごめんなさいね。はい、北山さんですね。美濃朝日さんが初日の相手。ちょっとね今日は鼻がグズグズしてて、まあ花粉症の影響やと思うんですけどね。花粉症じゃないと思うんだけどな。でもね急に言ってた、くしゃみ出た。はい、九条さん、バレーホーさんが初日の相手となりますね。やばいな、花粉症になったんかな。止めれないからね、始めたら。申し訳ないです、本当に。はい、九条さん突き出しました。八条さん、俊一の相手は大筒山さんですね。今日やばいな。あ、救われた。八条さん黒星スタート。十条さん、俊一の相手は銀鱗さん。押し出し、八条さん心配やな。この選択は吉と出るのか凶と出るのか。大筒山さんもまあまあ強いですからね。で、三役はどうなってたんだっけ。大日向さんが前頭ヒットやね。はい、2日目いきましょう。さあ、その八条さんを破った大津山さんとですね、もしかしたら八条さんは下手した2場所連続で負け越して自動引退初のねあれが見れるんかもしれない。別にねそれを見たいために残したわけじゃないんですけどね。まあ技使いの方が面白いかなっていうね、あんまり何も考えてないあれですね。さあ、コロモダンさんは初勝ち岳さんとでしたね。初勝ち岳さんもね早めに転生でしたね。室町さんは赤木岳さんで、北山さんが銀鱗さんで、九条さんが昨日八条さんをやった大筒山さんで、八条さんがバレホさん、十条さんが美濃朝日さん。あ、連敗をしなかったね。あ、極味投げ使ってる。ただし、立川さん、玉ヶ岳さん、テルナーさん、陣内さんも負けてないと。お、麻生桜さんが飛燕さんに敗れた。で、コロモダンさん2連勝。桁繰りが冴えてきましたね。さあ、こんな感じですね。3日目参りましょう。ペースは早い。
7日目始まるまで10分切ってれば、だけどもみ陰で5分だからな。それでも対戦がね、少ないんでね、20分いかんと終わるかもしれない。さあ、コロモダナさんは坂東所さん、お相手は一勝1敗。室町さんは若しぐれさん、こちらもお相手は1勝1敗ね。で、北山さんは大津津山さん、1勝1敗が続くね。で、九条さんが銀林さん、八条さんは美濃朝日さんとの一番、十条さんはバレーホさん。うんうん、大丈夫やね。見てる時の方がやばいんかもしれない。あー、でも、落とさないな。あー、春子師匠負けたか。3連勝やすごい。3日目終了しました。土がついてるのは八条さん、春光師匠、朝桜さんですね、三役ではね。では4日目参りましょう。八条さん見たっけらね、大丈夫なんだけど、まあ今場所はね、不調っていうのをちょっと頭に入れながらね、見守っていかないとしょうがないんですよね。戸越嵐さんがまた前頭人に変えてたよね。さあ、コロモダンさんは3連敗中の北大星さんとですね。室町さんは瑞鶴さん、お相手は2勝1敗。お次は北山さん、前頭筆頭戸越嵐さん3連敗中。九条さんは水穂奈美さん、こちらも3連敗。八条さんは元三役山西さん3連敗中。3連敗が続くね。十条さんが大崎山さん。おお、九条さん逆取ったり使った。八条さんは山さんを桁打ってる。ただね、他のメンバーも負けないんですよね。春光師匠も完全に目覚めちゃってるからね。コロモダさん4連勝か。4日目終了時点、八条さんがね、1個ね、ちょっと大筒山さんに深く取りましたけども、それ以外は全員4連勝やね。で、崩したい立風さん、玉ヶ岳さん、テロナーさん、陣来さんも4連勝で、春子師匠も3勝1敗。春子師匠がね、謎の昇格でしたけどね。で、コロモダさんが4連勝。十両の4連勝は前吉、あ、前吉かさん上がりそうやな、次。若日光さん、豪将軍さん、鹿島富士さん。で、コロモダさん入れて5名といった状態ですね。では、5日目いきましょう。山さんはちょっとかわいそうやね。っていうか、春光師匠そんな強かったっけってね。完全に目覚めちゃってしまってるけどね。飛ばすのが多いね。コロモダンさんはジッパさんとですね、お相手は1勝3敗。室町さんは荒日高さん、お相手は2勝2敗。北山さんは4連敗中、大崎山さんと。九条さんはこちらも4連敗中、エマニシキさん。八条さんは水穂奈美さん、水穂奈美さんも4連敗。そして十条さんは戸越嵐さん、4連敗が続きますね。うん、室町さんも、お、陣来さん敗れた。春光師匠も負けない。どうなってるんでしょうか。これはコロモダさんも吉竜抑えてますね。すごいな、コロモダさん。また室町さん、室町さんだっけ、違う、北山さんや。北山さんみたいに桁振りだけで前頭上がっちゃうんかもしれないですね。さあ、5日目終了。陣内さんも土がつきましたね。相変わらず前頭筆頭からね、2枚目3枚目ぐらいまでは土が
がつくんだけど。6日目です。さあ九条さん、十条さんはね絶好調やからまあわかるんですけどね、コモダンさんが結構勝ててんのがねびっくり。さあ八条さん以外は全員6連勝なるんでしょうか。コロモダンさんは秀港さんとですね、ワイタ2勝3敗。室町さんは不破の国さん、お相手は5連敗中。北山さんはエマニシキさん、5連敗が続く。で九条さんが大崎山さん、八条さんは戸越嵐さん、十条さんが水穂奈美さん。おー、あ、春子師匠敗れたね、荒井高さんに。強すぎるぞこれで。コロモナーさんも6連勝おおすごい。八条さんが1つ落としただけですね、6連勝ですね。みんなで、まあ立川さんともかくね、玉畑さんとかテルマーナさんが負けてないのがちょっとびっくりなんですけどね。回は4勝が最高かな。うん、終了。4連勝からですねだいぶメンバー減りましたね。6連勝は舞牛博さん、大将軍さん、そしてコロモダンさんの3名になりましたね。若吉野さん、若日光さんは、1つずつ。無限回さんも5勝1敗5勝1敗も多いね。 1,2,3 の3名か。でもね、豊水さんと綾乃美さんがね6連敗してるからね。あと東橋さんとね偏りそうですね。では忙しくなる7日目、まずは九条さん、玉ヶ岳さんとですね、十条さんが陣内さんとで、コロモダさんは7連勝目指して今日は連敗中の豊水さんと、八条さん、照ノ花さんとですね、これはちょっとやられちゃうかもね。室町さん下と当たる。で北山さん、おお、大関、正大関同士ですね。今回ずれてるからね、横綱3名なんで。さあ、コロモダンさんは6連敗中、豊水さん。この辺はまだ飛ばしますよ。で、室町さんかな。そうですね、4勝2敗の沖津波さんがお相手。6連勝同士の正大関同士の一番となりました、北山さんと立風さん。そんな調子良くなかったんだっけね。室町さんの方が調子悪いんだっけね。さあ追い込んだのは北山さん、しかしここで寄り返してきた。もう一回行く、押し出した。北山さん7連勝。九条さんは関脇玉ヶ岳さん、 6連勝同士ですね。こちらもまずは釣り、押しと寄りで追い込んだ。さあここで差し替わる、寄り返してきた。もう一回追い込んで、また差し替わる。しかしここでこらえてる。差し替われば勝機、差し替わった、寄り切り。九条さん7連勝。八条さんは6連勝中、関脇照ノ花さん。まあ状況的にはね、照ノ花さんのちょっと大関まで、おっ、桁食った。八条さん勝ちました。十条さん5勝1敗、関脇陣内さんと。さあここはズルズルいかなければ、十条さんなら全然対抗できる。甘い、差し込みが甘かった。土俵際の上手出し投げ、十条さんはここで土。真由志博さんが強えな。あ、コロモナーさん負けた、上手投げか。ここで土がついた。
さあ7日目終了ですね。正横綱2人とも1敗ずつになりましたね。ただし、陣内さんも一つね深く取ってますんで、全勝は CPU では消えちゃった感じですね。7連勝が3人といった状態では、8日目、九条さんは照ノ花さん、十条さんは大関の太刀風さんとですね、衣田さんは雪風さん、八条さんは玉ヶ岳さんとですね、室町さん8連勝かかっている一番は遊郭さんと、北山さんも8連勝かかっています関脇陣内さん、衣田さんは4勝3敗のね雪風さんですね、連勝は6でストップ。室町さん勝ち越しかかってます、前頭 10枚目の遊郭さん、お相手は現在3勝4敗。さあがっつりまわしを持ったまま追い込んでの突き出し、室町さん8連勝1番乗り、北山さんも2番乗りをしたいところ、6勝1敗関脇陣内さんとの1番。早くも追い込んだストレート勝ち、北山さんも8連勝、九条さんも8連勝を狙いたい関脇照ノ花さん、照ノ花さんは昨日八条さんの桁繰りに屈してしまいましたが、さあ今日はおセットは九条さん、絞り込んでからのもう一回寄る、ついて追い込んでから差し替わる、甘いなと思った、取ったり決めてきた突き出し、九条さんも8連勝、八条さんと関脇玉ヶ岳さんは6勝1敗同士の対決。投げられやすくなってるからね、ちょっと足技玉ヶ岳さん確か1回八条さんにね外掛けかな決めたことありましたよね。さあ慎重に行く横綱、追い込んでここで差し替わる、はたいた、あおっと玉ヶ岳さんこらえる、寄り切り、八条さん頑張る、これで7勝目、6勝1敗同士、十条さんと大関太刀風さん、十条さんは陣内さんに土俵際で上手出し投げをね、で屈してしまいましたけど、おっと太刀風さんがじわじわと寄っていく、追い込んだのは立ち風さん、寄られてしまいました、なんと十条さんは2敗目、立ち風さん7勝目か、これはこれは思ってたのとちょっと違うな、衣田さん2連敗してるわ、引きずってるねはい、前半戦終了しました。8連勝は九条さん、北山さん、室町さんの3名、十条さん6勝2敗、八条さんが7勝1敗、あと7勝は今のところ大関の太刀風さんだけですね、下位は5勝が最高かな、で、十両の8連勝は眉内若さんと豪将軍さん、いっぱい力士がいなくなっちゃったね、そうですね、6勝2敗が2番手という形、若日光さん、無限海さん、小衆吹さん、武神海さん、まあまあ名前のあるところですね、で衣田那さんという状態ですね。さあ今場所はちょっとね荒れ気配なね様相に
せてますけども、大日向さんがね前頭筆頭で、まあこれ巡り合わせもあるんでしょうけどね、頑張っておりますね。小結び昇格あるんでしょうかね。はい、ということでまたね、後半戦もお楽しみにしておいてください。では前半戦はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。